ミスターパーフェクト、グランプリ97王者アーネスト・ホースト。心機一転、パワーアップして再び頂点を目指すピーター・アーツ。2人の対決は通算3度目となる。今日キックボクサーの名をかけての戦いということになるかもしれません。完成された精密開花カイドウ、ピーター・アーツか。今ゴングが鳴りました。さあこの試合どんな風に石井館長は予想されてますか。そうですね、昔のホーストと今パワーが違いますからね、これホーストも、まあ、連打が出ますから、はい、一発当たればピーターズは危ないですね。あ、そうですか、はい、今ホーストが、まあ、今僕は一番強いと思ってます。そうね、おっと、ハイが飛んできた。あの角度からハイが来る。川重さんはどうですか、この対戦はどこにポイントがあるというふうに思ってますか。おっと、さあ入った。さあ浅草、これはもうお互い試合になりますよ。これもう全ヨーロッパ一番見たい試合です。いや本当ですね、今本国では絶対実現しない試合ですからね。さあ飛んできた、アーツ右ストレート。確かにホーストも言っていました、オランダの関係者、そしてオランダのファン、ヨーロッパのファンが何より大楽しみにしているのが僕たちの試合なんだと。さあ、いや、これはアーツだって絶対にこれはホーストを倒さなきゃという気持ちがあるでしょうし、いや、もうお互い全力出し切ってですね。そうですね、アーツが前に出ます。おっと、右ストレート、ダンカ右ストレート、飛び込んだアーツの右ストレート、崩れたところですね、当たりましたね。また後ろから入りましたかね。さあ、いやー、アーツすごいね。試合続行、アーツちょっとパワーアップしてるんですけども、これがダラッとしたかちょっと心配だった。右ストレート放送、あのね、アーツはね、トレーナーに聞いたとすごいボクシングトレーニングしてたらしいですね。あ、ボクシングトレーニング、だから、地元のボクシングのチャンピオンは左ジャブ一発で倒せるぐらい、今ジャブも良くなってるって言いましたね。確かにちょっとスタイル変わりましたよね、中に飛び込んでのパンチですね、ちょっとアップスタイルに変わって、三回下でいい、しかしこれは空振り、パンチ打ってきますね。アーツローキック、やっぱ本当ローからハイになってるんですけどね、左フックから右のロー。アーツが対ホースト対策を聞いたときに、あのコンビネーションを封じるにはとにかくプレッシャーをかけていかないといけばいいんだと。ご覧のスタートまた右ストレート、ご覧のように強烈なプレッシャー、すごいコンビネーションを使わせ懸命に右を返すホーストだが、また右、アーツのパンチがいいですね、ものすごい圧力だな、なんか本当砲丸ぶつけるような感じ。いや本当ですよね、一茂さん、これはちょっと去年のアーツ復活の兆しは見えましたが ね、また右だ、この右効きました、効きました、徹底してますよね、もう右のストレートだけって感じですよね。本当にそうですね、プレッシャーかけて前に出て、だからそれまでもうアーツの攻撃があって、あのホーストの攻撃があっても関係なくもう右打ちになってますね。しかし出てくるあの左の範囲、これを食えばいかにアーツでも一発で沈むことが考えられます。いや、しかし速い、ディフェンスからの攻撃への切り替えのスピードが速いアーツ。本当ホーストは世界一流のトレーナーになってですね、アーツは今回一人で戦うというなんか本当に自立した戦いですよね。かつて、はね、道場着陸で戦っていたピーターアーツですが、現在はフリースジムというところで、かつて競馬にもレネロスのスパーリングをしていますが、昔はですね、着陸のトム・ハリンクの言いなりに戦ったんですよ、ね、そうですね、はい、右ストレート、はい、彼が自分の石を持ってトレーニングをやってるんですね。そうですね、ですから今年が本当の新生アーツというふうに言えるかもしれません。そうですね、まあ、片一方はアーネスホースが本当に左、これしかしスリップ、世界一流の本当に2コーチ、ヤンプラスとヨハンボスという、はい、もう作られた完成品ですよね。本当にこれは一つの芸術品と言ってもいいかもしれません。本当に完全にこれテーマはプレッシャーですね、アーネスホースの精密怪我を破壊に行ってますね、破壊してますね、いや、この間合いはあるいはホーストの正確に刻んだあの機械を狂わせているのかもしれない。アーツの作戦はここまで完全に的中しています。さあ、またローキックだ、しかしカバーズ出る、そして膝、首相撲が強い、第1回の
K-1 グランプリで当たった時はですね、アーツが相手突進してくるとこう、ホーストがですね、逆に円の動きで逃げたんですよね。なるほどね。今回はもうホーストも体重を作ってるんですけど、打ち合おうと思ったんですけど、逆にもう本当に押されてますよね。さあ、前に出る。その時はしかし勝利を収めたのはアーネストホーストですね。ホーストが円の動きで逃げられたんですよね、アーツが前に出れば出るほどかわされたという。第2ラウンドが終了しました。一体どんな決着になるのか全く予想もできません。あと2ラウンドです。もったいない、本当にもったいない気がしますが、あと2ラウンド。さあ、あと6分。聞いてましたね。山田来た。ちょっとアーツの表情が歪んできた、はい、これ後半は分かんないですよ。前足引くとですね、体重かけれません、ちょっと前に出てこれなくなったな。足効いてますね、ちょっと動きが鈍くなってきた。その分だけ今度はホーストのコンビネーションが行き始めました。序盤かけていたアーツのプレッシャー、そのプレッシャーがなくなりました。あのジャブをもっとつくべきなんですね、ちょっとしかし先ほどまでのイケイケドンドンがなくなりましたね。ホーストの右のローキックカウンターで入るんで、だから右から入っていかないと、サマタロウだ。だからジャブが出せないんですよね、ですからいっぺんに入ってくるんで当たらないんですよね。だからローを防ぐためには右からいっぺんに入ってくるんですよ、ホーストの場合は。一時代を築いたピーター・アーツ、そしてアーネスト・ホーストは去年ついに K-1 負け知らず、初連勝を飾りました。いや、ホーストのコミュニケーションが上がってきましたね。徐々に自分のペースを作り始めましたホースト。第1ラウンドはもちろんアーツは取ったと思うんですけど、2、3が下がなかったとしたら4ラウンドにホーストを取ってるんで、そうですね、このラウンドやっぱり勝負ですね。ラウンの分だけどこまでホーストが挽回しているかですが、ホーストが反撃、このラウンド重要ですよね。本当にピーターズ打たれ強いですね。いいですね。何の選手だったらダメしますよ。これはアーツ精神力でしょうね。最後までとにかくプレッシャーをかけ続ける、そう話していたアーツ。言葉通りです、この一戦で今年の K-1 グランプリのチャンピオンは絶対変わると思いますから、流れが、そうですか、あるいはここでホーストがアーツを下せば、そうですね、放送時代が来るかもしれない。本当そういう意味でしょうね。ここでアーツが勝てば谷川さんどういう動きになります。いや、もうまたぐちゃぐちゃになるんだ、また、はい、また混沌のカオスの世界へと、はい、K-1 はどうやら流れていくのか。お互いにダメージはあります。こうなったら1と1、サローが入る。このローに腰が引く。アーツ本当1と1ですね。本当にですね。あしたりだっぱ終了。両者とも両手を挙げましたが、レデローゼ、スパーリングパートナーのレデローゼが飛び込んでいきました。昨年の覇者アーネストホーストの資格、それをピーター・アーツがこの開幕戦で見つけ出しました。そしてピーター・アーツがホーストを下した。果たしてこれから今年 K-1 はどう流れていくんでしょうか。